セット、ゴー。よし、惜しい。疲れた。これから日常業務だぞ。流氷割った日は休みじゃないの？雪が降るのに休みはないだろう。ああ。流氷割り以外にも日常業務は多い。ふーん。ここも。ここもだ。そして最後はここだ。先輩、マジ単独行動しかできないんすね。悪かったと言ってるだろ。嫌味を言うな。学校巡回で最も危険な場所は皆の冬眠室だ。全員恐ろしく寝相が悪い。特にボルツは。布をかけると寝る。なんで？知らん。あっ、何？ああ、これは先生が眠くて壁にめり込む音だ。この時も布をかける。なんで？なんとなく。日常業務って大変。